フリ,フリークライミング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 とは、岩登りのうち安全のため確保用具は使用するが、それに頼ることをせず、事故の技術と体力で岩を登るものを指す。登り切った結果、確保用具を使用しないで登ったのと同じなので、フリーの名がつく。人為的、人工的な視点に手足をかけたり、 アブミなどの道具をそれに取り付けて登る際に人工的視点に直接体重をかけて使用する人工登攀と対比される。基本的に元来そこにある自然の造形などだけを利用して登る。ロープを掴んだり、ボルトなどの人工物を持ったり、足場にして登った場合はフリークライミングとはみなされず人工登攀の一部とみなされる。また、 登山を前提にした伝統的なアルパインクライミングと対比して手段を目的に変化させ岩を登ること自体を目的して行われるロッククライミングのことをフリークライミングと呼ぶこともある。近年街中にある高層建築物などの高所に登りパフォーマンスを行う行為が生まれアーバンフリークライミングと呼ばれている。街中を舞台に行われるものとして フリーランニングが知られていたが、これがクライミングと混ざったとも言える。自然の岩場以外に人工の岩を登るインドアクライミングもフリークライミングに含まれる。フリークライミングではルートないし課題の関東が主たる目的の一つであるが、クライミングのムーブ自体を楽しむことも重要な目的となっている。特にフリークライミングを行う人はフリークライマーと呼ぶ。 フリークライミングは他人と目先の競争をすることが主眼ではない。フリーに一人一人がクライミング自体を楽しむことや奥深さを探求していく行為である。誰かとタイムを競うわけでもなく、誰かと技の優劣を競うわけでもないクライミングが主にフリークライミングと呼ばれている。フリークライミングでは時間をあまり気にせず、のんびりと登っても良い。対比される概念として、 スポーツクライミングというものがあり、こちらは基本的に他人と競い合う競技として行われるクライミングであり、スポーツ競技らしく、かっちりとしたルールのもとにもっぱら人工壁を使い、技の優劣やタイムを他人と競い合うことを主眼としたものであり、ルールにかっちり縛られ、決められた狭い行為枠の中で競い合い、主に勝った負けたということに意識が向いた行為であり、 かなり異なった行為であり、概念である。フリークライミングは、ヨーロッパで登山が広まった頃から行われてきたが、はっきりと、フリークライミングを目的として行われるようになったのは、1950年代の寄せみ手であると、されている。アレン・ステック、ジョン・サラテ、ロイヤル・ロビンス、イボン・シュイナード、トム・フロストなどが、ボルトを、なるべく排除したクリーンなスタイルでクライミングを行い、 朝のロープを腰に巻くような古い装備ですでに5.10台のルートや長大かつ冒険的なルートが開かれていた。その後、フリークライミングのグレードを押し上げるという意味での中心はフランスに移った。良質な石灰岩の岩場に恵まれ、寄せ見てのルートはあくまで下から開拓するというグラウンドアップの原則を排除して岩場上部から 懸水加工してのボルト打折を行うフレンチスタイルは、グレードを押し上げる点においては、寄せ見手の方式よりも、はるかに効率的であった。そうした中で、さらに、スポーツとしての発展を目指すべく、ジャンクロード・ドロワイエはザンチピトンなどの人工物を、ホールドやスタンスとして使用することをやめるよう提唱し、次第に広く受け入れられるようになり、フリークライミングとは、自然の造形のみを、 ホールドやスタンスにして登るということが一般化された。フランスでは岩を削って、ルートを開拓するチッピングも盛んに行われていたが、次第にこうした傾向も下火になり、あるがままを登り、可能な限りクリーンなスタイルを目指すという原則が認知されてきた。一方、日本では1956年の日本山岳解体による、 マナスル登頂などを頂点としたヒマラヤ諸女法の登頂が思考の目的とされる風潮があったが、次第に社会人山岳界による精力的な岩壁登板が主流となっていった。この頃開かれたルートには今なおフリークライミングとしても質の高いルートが見られる。しかし網にボルトを乱用する風潮が見られるようになると国内の岩壁はどこへ行っても6級。 A1 という閉塞状況に陥るようになった。こうした中で、クライマーたちの目は、次第に、近郊の岩場における、フリークライミングへと移り、各地で、フリークライミングのゲレンデが開拓された。1980年の戸田直樹、加藤太平による谷川武一の、倉沢コップ上岸壁正面兵器運漂ルートの、フリー化は、閉塞状況に穴を開け、各地で起こっていた。 フリークライミングの波を大きなうねりにするのに十分なインパクトを持っていた。この頃主な古典的ルートが次々とフリー化され、現在出版されているルート図集を見ると、ルートのフリー化の欄には、日の北に清し、池大佐を、南波通る優、森哲也など、当時活躍した人々の名が必ず見つかる。1980年代頃から、 山岳地域の本ちゃんのフリー化とゲレンデにおけるフリールートの開拓がクライミング界の主流となっていったが、かつてのアルパインクライマーはフリーの技術を学ばずにそのまま放球、A1 を続けるものとフリークライミングを積極的に学びアルパインクライミングに活かすものに分かれた。前者はその後新しい技術を学ぶ機会がないまま、いわば時代の流れに乗り遅れた形となったが、中には 若いフリークライマーを本ちゃんに連れて行き、その厳しさを教えるなどの形で、クライミングシーンを盛り上げる者も,もいる。後者は、世界レベルの投範を行うようになり、代表的な例として、90年の星名正則らによる、グレート、トランゴタワー北東ピラー第2等が挙げられる。この系譜に連なるクライマーは、現在も少数ながら存在し、世界レベルの投範を行って、 フリークライミングがアルパインクライミングにとって必要不可欠であることを実証し続けてきた。一方、近郊のゲレンデで高難度を追求する今日的な意味でのフリークライマーが現れるようになり、優れたフリークライマーと今日でも名ルートとして親しまれている質の高いルートが続々と生まれた。1987年から開催されるようになった。 ジャパンカップなどの当時のコンペの順位表を見ると、この頃活躍したクライマーと、その移り変わりを見ることができる。1990年代初頭までは、堀地誠二、寺島義彦ら、ホールド政策や、人工壁運営で知られる人々と、杉の保つ、平山雄二といった若い世代が入り混じる形で、競い合っていたが、徐々に平山を筆頭とする若い世代が、前面に出るようになっていった。 平山は、コンペやゲレンデでのフリークライミングにとどまらない活躍を見せ、1997年、ヨセミテのサラテルートをフリーで登り、ほぼすべてのピッチをオンサイトするという、初期ヨセミテの理想を体現するフリークライミングを行い、世界を驚かせた。1998年のワールドカップでは、日本人初のシリーズ総合優勝に輝いている。一方、 コンペにはあまり出ずに、岩場で自分のクライミングを追い求めた者も,もおり、この代表格として、日本最南のクラックルート、マーズを開拓した吉田和正がいる。2000年代に入ってからはさらに若い世代が台頭し、フリークライマーの思考が、ルートクライミングよりもボルダリングへ向くようになってきている。こうした中で、ボルダリングや、ルートクライミングの最高グレードが伸び、 中、上級者層全体のレベルが上がり、かつては考えられなかったようなグレードのルートや課題が登られるようになった。一方、クライミングの各ジャンルの島宇宙化が進み、ボルダーしかやらない、ルートしかやらないといった、かつてのフリーをやらない、アルパインクライマーを裏返したような現象が見られるようになり、競技の意味でのフリークライミング、すなわち、 近郊の岩場でのフリークライミングが定着し、フリークライミングが持っている冒険的意味合いが薄れつつあるのを心配する声が上がっている。そうした中で、グレードの追求と並行し、マルチピッチやトラットクライミングといった冒険的なテイストを持つフリークライミングに新たに取り組もうとする者も,もいる。岩登りとしては以下のような形式がある。ボルダリングは、 最もシンプルな登り方とされているスタイルで、工述する、クライミングシューズのみで岩を登り、クラッシュパッド、チョークバック、それにチョークを落とすための歯ブラシを補助的に使用する。ボルダリングの持つシンプルさや岩との親和性を損なう、などの理由から、クラッシュパッドを用いないポリシーを持つ者も,もいる。実際のところ、巨大なクラッシュパッドを持つことにより、様々なクライミングのスタイル中、 最もシンプルな登り方であるはずのボルダリングを行う者が最も大きな荷物を担いでいるという皮肉な事態になっている。ボルダリングの準備は簡単で、登りたい岩の前に行きクライミング用シューズに履き替え、登る前に靴の汚れを落とし、手にチョークをつけ、落ちた場合に備えてクラッシュパッドを敷いておくくくらいである。あとは、登りたい岩の登りたいラインを手足を使って登る。 登るラインを課題という。場合によっては、頑丈部に回り込んで落ち葉を落としたり、ホールドをブラシで掃除する場合もある。それらが終わったら、岩に取り付く。あとは登るだけである。場合によっては岩をへつって横断する課題もある。黒本に代表されるルート図集には、面白い課題がたくさん載っているので、それを参考に、自分の登りたい課題を決めるのが、一般的である。 ボルダリングは一人でも行うことができ、必要な道具の少ないことなどからもボルダリングを専門に行うクライマーも増えている。そのため、ウィアーのワールドカップではリードクライミングの競技のほかにボルダリング競技が行われることがもはや普通になった。日本では各地方のローカルコンペのほかに B セッションという年間チャンピオンシリーズが行われている。また、 日本山岳協会主催大会でも2005年からボルダリングジャパンカップが行われ始めているほか2008年の国民体育大会からは山岳協議の中にボルダリング種目が採用される。ボルダリングが盛んに行われている場所としては関東周辺では三竹山や小川山などがある。複数人でボルダリングを行う場合クライマー以外のものはマットを 墜落予想地点に移動させたり、落ちてきたクライマーをパッドの型に押す、着地後にバランスを崩して転倒するのを防ぐよう、支えるなど、安全性の向上を図る。こういった一連の行為をスポットといい、スポットを行うものをスポッターという。どのようなスポットがベストかは、足場の状況やクライマーの位置、体勢、次のムーブなどにより変わるので、簡単なように見えて実は、 複雑な技術であり、中途半端なスポットは怪我のもとであるとする者も,もいる。ボルダリングは、日本でもフリークライミング令明機から行われてきたが、岩と雪72号に紹介された、寄せみてのミッドナイトライトニングを登るジョン・バーカーの連続写真は、ボルダリングを広く認知させるに至った。また、1984年に翻訳が出された、ジョン・ギルのスーパーボルダリングは、 アメリカの初期ボルダリングの天才ジョンギルやアメリカのボルダリング文化を広く日本に知らしめる役割を果たし、現在でもこの本をバイブル視するボルダラーもいる。そして、岩と雪の事実上の最終号となった169号では、草の春たちの長文記事と写真が紹介され、ボルダリングはルートクライミングと並ぶフリークライミングの2大潮流の一つとなった。その後、 岩と雪の事実上の配管に伴い、クライミング自体がメディアから取り上げられることが少なくなるが、岩と雪がロックスノーとして、リニューアル復刊後に、クライミングが再び脚光を浴び始めた中でも、ボルダリングの流星はやまず、近年ではボルダラーは、リードクライミングを行うクライマーよりも増えつつある。この背景として、アメリカのボルダリングビデオ、ランページ及び、 ドセージシリーズによるボルダリングイメージの革新や著名なクライマーの一人である室井時代が自費出版した関東周辺の主なボルダリングエリアの詳細なルート図集の流通や各種ボルダリングウェブサイトの充実によるクライマー間のコミュニケーションの円滑化などが挙げられるボルダリングのムーブにはダイナミックなものが多くこうした動き自体が非常に興奮的で楽しいまたボルダリングは 準備が非常に簡単である。地面にマットを敷いて、シューズを履けばすぐにでも始められるため、手軽に始められる。さらにボルダリングのムーブはルートクライミングにも応用が効くものもあるため、低い岩でのボルダリングはルートクライミングのトレーニングとしても非常に有用である。ボルダリングにおける危険性ボルダリングは非常にシンプルなため、 何が危険でどこまでが安全かを判断するのが他のクライミングより容易である。基本的にはマットを使用している場合ならば足からきちんと着地すればよほど高いところからでない限りは安全と言えるがマットを過信しすぎたり課題に集中しすぎるあまり安全に関する配慮を忘れると危険である。またボルダリングの課題の中には下地が凸凹していたり 切り株が突き出ていたりするものがあり、こういった場合、マットが有効に機能しないものもある。下地が悪い課題を、ランディングが悪いと言ったりする。いかにボルダリングの危険性を上げる。リードクライミングは、あらかじめ開拓者により、ボルトが打ち込まれているルートを対象としたクライミングと、クラックなどに、ナッツやカミングデバイスといった、ナチュラルプロテクションをセットしつつ登るクライミングに、 分けられ、2006年時点では、前者の人気が高く、通常、リードクライミングといった場合は前者を指すようになっているが、後者との区別を強調したい場合などは、スポーツクライミングと呼ばれることもある。後者は、岩を傷つけない、可能な限りシンプルなスタイルを採用するという、クライミングの伝統に基づいていることから、トラットクライミングと呼ばれて、前者と区別される。 リードクライミングは、基本的に、クライマーとビレイヤーの二人一組で行われ、クライマーは、自分で、ナッツやカムなどのナチュラルプロテクションをセットするか、あるいはあらかじめ打たれたボルトのところまで到達し、これらの確保支点にクイックドローと呼ばれる道具をかけ、クイックドローにロープをかけながら登る。リードクライミング開始の手順としては、まずルートの下に行き、クライマーはロープをハーネスに結び、 ビレイヤーはビレーキにロープを通しハーネスにセットする。クライマーはクイックドローを必要な分だけハーネスにかける。その後クライマーがお願いしますと言って登り始めるのが一般的である。ルートの最上部には様々な形態の終了点が設置されており、ここまで到達したクライマーは設置された終了点を利用して加工する。終了点に到達するまでに ボルトやロープといった自然以外の造形に全く荷重をかけずに終了点に到達したことをもって関東とするが岩場の形状によっては終了点の上まで登ることを要求される場合もある途中でクライマーが墜落した場合ビレイヤーはビレー器を用いてロープに制動をかけ墜落を止める止めた後はクライマーはそこで落ちた箇所の検討を行い再度挑む このようなロープにぶら下がったままムーブを探るスタイルをハングドックと言い,い、かつては堕落したスタイルと見られていたが、2006年時点では完全に定着している。2006年時点において、日本各地では終了点や確保守点用ボルトの老朽化が進んでおり、これらの確認を自分自身で行うよう、日本フリークライミング協会は呼びかけている。 トラットクライミングではナチュラルプロテクションを確実にセットできなかった場合、墜落するとセットしたナチュラルプロテクションが外れ、クライマーが地面まで落ちる可能性がある。一方、ボルトルートのリードクライミングでは強固なボルトがあらかじめ設置されているため、地面まで落下する危険性が少なく、プレッシャーが比較的少ないため人気が高い。 トラットクライミング独特の技術であるジャミングがやや痛く、かつしっかり効いているかどうかが最初は判断しづらい。トラットクライミング用のナッツ、カムといったナチュラルプロテクションがやや効果であることも、トラットクライミングがボルトルートほど人気がないことの原因の一つとなっている。しかし、トラットクライミングには、その分、自分自身の力で登り切ったという達成感が、 ボルトルートを登った場合より大きい。このため、ボルトルートでのクライミングやボルダリングを一通り経験したものが、未知のクライミングを求めてトラットを始めるケースや、アルパインクライマーがスムーズにナチュラルプロテクションを設置する能力を求めてトラットを始めるといったケースもあるという。リードクライミングでは、人間は高いところに行けば、恐怖感を持つようにできているという特徴から、 クライマーは心理的プレッシャーを受け思い切ったムーブができなくなることもある。特にボルトとボルトの間隔が遠いルートはプレッシャーが大きい。こうした恐怖感は感動した際の喜びのスパイスとなる。確保視点を取らずに長い距離を登ることや最後の確保視点から繰り出されたロープの距離をランナウトといい、ランナウト状態では 緊張感から普段通りのムーブを起こすことができず、クライマーの恐怖の対象となっている。国内のフリークライミングエリアでこうしたランラウトに極端なものは少ないと言われているが、宮崎県北部の河口岩のスラブの岩場では20メートル以上もランラウトするようなルートが珍しくない。大きくランラウトするルートは恐ろしいが、それだけに感動した際の喜びは、 単なるスポーツの域を超え、むしろ冒険のそれに近くなる。リードクライミングは、用具を一式揃えるのがボルダリングよりも高くつくこと、アプローチが多くの場合ボルダリングよりも遠いこと、二人以上必要であること、高度感がプレッシャーとなること、ロープワークが必要とされることなどから、ボルダリングに比べ、ハードルが高くなり、ボルダリングの流星と比較して、 やや人気が落ち着いてきている感がある。とはいえ、リードクライミングには、そのスケールゆえの快感や、クリップやレストに関する駆け引きなど、に、ボルダリングとは、また違った、楽しさがあり、特に、ナチュラルプロテクションを用いたクライミングは、戦略性が高い上に、自分の力で成し得たという満足感をクライマーに、与えてくれる。ルートクライミングのエリアとしては、関東周辺では、 小川山、双子山、城ヶ崎、白谷橋、氷川病部岩、川又などが有名である。リードクライミングにおける危険性リードクライミングでは、ボルダリングに比べやや複雑なので、その分予想外のことが起こりやすい。スポーツ、トラットの別なく存在する危険は、以下の通りである。トラットクライミングでは、リードクライミング中の事故に加え、以下のような危険がある。 基本的な道具としては、岩登り専用のクライミングシューズと指の汗を抑える、ためのチョークとそれを入れるチョークバッグがある。ボルダリングは、基本的にこの3品で行うことができる。ボルダリング時の墜落に対して、安全を図るためにクラッシュパッドという携帯用のマットを敷く場合もある。トップロープやリードクライミングを行う場合は、ダイナミックロープ。 および体にロープを固定するためのハーネス等が必要となる。これに加えて岩にすでに打ち込まれたボルトなどの確保支点がある。ルートを登る際にはこれら支点を利用してロープを通すためのクイックドロースリングが必要となる。またボルトが設置されておらずクラック等にナチュラルプロテクションを取る必要がある。場合にはナッツやカミングデバイスといったナチュラルプロテクションがまた 終了点に支点がなく、立ち木などを支点にする場合にはスリングがそれぞれ必要となる。クライミングシューズやチョークも登るための補助具ではあるが、これらの仕様はフリークライミングの範囲内であるとして容認されている。一方、ビレイヤーが使う用具としては様々なタイプのビレーキがあり、現在はブラックダイヤモンドイクイップメントの ATC に代表されるバケツ型ビレーキとペツルの グリグリに代表される自動、ビレーキが人気を二分している。しかし、近年、ロープ系の象形化が進み、これに対して、ATC やグリグリの制動力では、ロープとの相性によっては、制動が不十分である場合がありこのため、制動力を選択できるタイプのビレーキや、昇降系ロープに対応した自動、ビレーキなども見られるようになった。ロープとビレーキの相性は、 ロープ系と同じくらいに重要であり、メーカーは安全な環境下でビレーキとロープの相性を確認するよう推奨している。岩の難度を表す指標として、グレードの表記法が規定されているが、実際にはグレードを付けるものの主観に基づくために、常に議論の的となっている。自然の岩場でのグレード値は、エリア内での相対的な難度を示す、一応の目安ぐらいの位置づけとなっている。 ボルダリングのグレードとしては、10級初段からと表示する方式が国内ではポピュラーに使われている。初心者は7級あたりから入り、3級あたりから中級で、初段では上級の一機となる。世界的にはアメリカでよく使われる V グレードやフランスフォンテーヌブローを発祥とするフレンチグレードがよく使われる。ロープを使うようなクライミングでは、 米国のグレードシステムが国内ではポピュラーに使われており、手を使う岩登りを表す後の数字に続く。以下の数値と記号の組み合わせで難度を表す。5.10以上においては、さらに細分化するために 5.10a5.10d のように a, b, c, d の英称文字をつける。また、5.105.10のように表記することもある。 二つのグレードの間くらいの難易度と判定される場合、5.11c、d や 5.14d、15a のように二つのグレード表記の間にを入れて表現する。初心者は5.7あたりから入り、5.11a から中級、5.13r 以降で上級となる。現在の世界最難ルートは5.15ビットとされている。デシマルグレードは、 世界的にも広く使われているが、その他によく使われているのが、フレンチグレードである。他に、ウィアーグレード、オーストラリアグレードなど、各国独自のグレードシステムが存在する。クライマーの国際的交流が増えてきた現在、これらのグレードシステム間の対比表が整備されるようになってきている。フリークライミングを練習する場として、人口の岩場を備えたジムが普及しつつある。 ジムでは、墜落時の衝撃を吸収するマットや剣道な視点を設けているので、安全に練習ができる。ジムの普及により、天候や岩場までのアプローチに左右されず、クライミングの練習が行われるようになった。簡易な上半身の強化用具として、板に横棒を約20センチメートル間隔で数本取り付けた、キャンパスボードと呼ばれる器具がある。横棒にぶら下がり、 足を使わず登ることにより、指、腕、後背筋が鍛えられる。クライミング時においては、指の力がネックとなっていることが多く、指の強化は補助トレーニングとして、速攻性がある。クライミングのエリアとしては、岩質が安定しており、アプローチが容易な場所が好まれる。そのために観光地や、公園内に、岩場があることが多く、道路の占有やゴミの放置、 また登山者の要便などにおいてトラブルが発生し、クライミング禁止となったエリアもある。そのために、クライマー間にてマナー、モラルの向上が唱えられている。これらトラブルを防ぐためには、自治体や地元住民らとの相互理解が不可欠である。利用者であるクライマーたちも岩場の清掃や、地域住民との交流を手掛けることが望まれる。 それによって、岡山県高橋市備中町などのように、好意的な見解を示すようになった自治体もある。道庁は、フリークライミングを街の活性化の一つに取り込み、持ちがせ学クライミング広場や登山者のための子や、駐車場を整備したり、大会、イベント、交流会などを起こしたりしており、競技の広報、普及の基地として機能している。また、 フリークライミングの名所と知られる場所は、地質学上貴重な天然記念物となっていることがある。例えば、西日本有数のスポットである、微中エリアの一角にあるデッケンというポイントは、大河の王妃という国指定の天然記念物であり、クライマーたちの登攀によって、貴重な逆転地層の摩滅、破損、剥落の恐れがあるために、今日では入山禁止となっている。また、 全国有数のスポットとして知られる蓬莱寺山、七岩京一帯も国の天然記念物や国定公園の指定地となっており、この他にも自然公園法、文化財保護法などによって保護されているポイントが多い。クライマーは自然保護という点において特に十分な配慮が必要である。自然の造形のみをホールドやスタンスにして登るというフリークライミングの目的から外れ、 岩を人為的に加工する行為を指す。岩そのものの風化やクライミング中のホールドの賭けなどが起こる場合と違い人為的に岩を加工することはフリークライミングの否定であり、クライミングコミュニティの中でも特に忌避される行為である。チッピングを行う動機としてはがあるとされている。日本国内において発生した事例では、ビッチュー、青空、ゲロ、ナユタミタケ、忍者開始神戸、 オロチなど様々な地域でチッピングの被害が発生している。特に2018年は国内最高難易度を誇るナユタのルート上でのチッピングや国内のボルダリング史上最も有名とされる忍者返しの岩を含む複数の岩に対するチッピング被害が発生した。さらに2019年1月初頭には愛知、宝来、イニシエーションにおいてチッピング被害が報告され、 立て続けに国内有名課題におけるチッピング行為が行われ多くのクライミング課題が失われた。ありがとうございます。